はい、こんにちは。えっ、ー、と、3、4年生ですね。3、4年生の皇室の課題です。えっ、ー、と、9月の、こちら、9月の処方です。これの、後ろの方に載ってるやつですね。ここですね。締め切りは、えぇ、ー、11月10日締め切りとなっているものです。10月末、 末日までに私のところにいただきたいものになりますのでお間違いのないようにお願いします。はい。では3、4年生も早速いきましょう。さっきの,あの1、2年生のね、動画ね、ずいぶん長くてね、ほんとね、申し訳ないなと思うんですが、こっちはちょっとね、ちゃっちゃかちゃっちゃか行こうと思ってるんですよ。頑張ります。はい。えっ、ー、と、だけどね、ちょっと漢字も増えるしね、うん、ちょっとね、 気をつけたいんですがまず「息」という字ですね「息」という字外見見ましょうこうにきて結構これはね心をしっかりしてるんですよこういう形の、うん、こういう形のって言わないか下に心が来る字って意外と頭でっかちでこう重いイメージがあるんですけどこれはそんなでもないですねこれがほら自分の字ですけどこれがね横幅があまりない字ですからね っていうことで存在感がなくなってしまいそうになるんです。あの本当は感じてできれば大きくいきたいんですよね。こういうふうに広がりのある字であればすごく大きく見せることができるんですがこれはちょっとこじんまりとしています。で、えー、このぐらいなあの漢、ー、字で,ですね。こう見てくださいね。四角があります。あの上の部分ね。 ここがちょうど中心ラインかな。真ん中の中心はわかるよね。で、横の中心もあるんだよっていうのを意識を持ってください。なかなか縦書きで横の中心を意識的に見れる子っていうのが少ないんですが、このぐらいの位置関係にあるんだっていうことです。これはほら、結構縦使ってるでしょ横がないんですよ、この字がね。そう。 だから存在感がちょっっっとねって言ったあれなんですけどそうこれをうまくあの次行くのにはほん,ほんとねちょっとこういう感じがいいですこういうふうに少し飛び出していくかなっていうぐらいなイメージで持ってきてくださいこの感じこの点の位置で結構決まるので、うん、そうまずはこの「自分の字」っていう字の位置ですよこれね 思っといていそしたらこの点が掛ければこうきて下を合わせるように上に上がってきますこんな感じでねそして跳ねる跳ねるのはちょっとこうここに隙間を加えようとしながら跳ねるこの跳ねたあとこのままこちらへ1点次へ2点2点目が大きくてスッと抜けるような感じが持ってこれると一番いいかな ちょっと筆っぽくなるでしょはい、で、はい、行きますねおです、おは1画目グイーンと,と短くて上に上がる2画目はこっち左の方へ持ってきたいんです左の部屋までぐっと入り込む次は下へストーンと降りるんですもこってしないことここはなんか地のように可愛くもこってしちゃダメなんですよねストーンと下ろしてくださいで、そこから ここからこうジャンプするようにして、スッとこんな感じですね。はい。うん、これくらい大きい方がいいかな。はい、脳は真ん中の線に乗っけるようにしといて、こういうラインでくるんです。で、その時いつもこう四角を見といてくださいね。ここ あえて開けてあげることによって字の大きさを大きくし,あのしすぎるのを防ぎます。えっ、ー、と、「の」がほら「の」だけがドカーンってでかいとあんまりね可愛くないんですよね。この全体を見たときに。こうしてここでほらあとはこらほら丸い字でしょう。なんかね外形って言っても丸じゃないですか。だからここでこでの ちょっとこう曲線を作っといてあげてこの長さとこの角度でだいたい決まるのでそこですね。で上にスッと上がってこれもねあんまり横に広げない方があの無難ですかね。上に行くような感じ。スッといってそこからこう上に行ってこの辺りから徐々に強くスッっていう風にすると 今ほらこの辺っていうのはちょっとスッってね力が抜けるような感じなんですがまたこう上も優しいんですよこの辺優しい感じですよね。そうでこの辺りですよ徐々にこう下に向かってこう引く力で強くなるっていうところですね。そこでこの太さに差が随分出てるじゃないですかこういうのがあの綺麗ですね。 はい、をいムをきますこう下からグイン。こういうの多いですね。ひらがなの第1画目。下からグインっていう感じとか。なんかこう短くて太いとか。なんかそういう感じね。で、右寄りです。こうきてキュッ。これスと一緒なんですよ。少しこう、まっすぐ来て左にキュッと入るような動きです。で、トーン ドンって言って下にキューッといきながら柔らかくしておいて上に行きますそのまんま点ですこう外向きに点ですっていうことはここからこうなんだからここを邪魔してないですよね点を中に打たないこと、うん、はい方行きましょう 本はハトカと一緒なんですねこういう風に部屋を見て、えー、の棒の位置はこの辺りにしましょうかこれが一番高さを出すところなのでこんな感じですねそしてこの12っていうこれはもうあの組み合わせです、まあ、ひらがなって全部つながってる感じなので本当はねどこが切れ目かっていう感じではないんですけど ここはもう一気にこう、ふわーっとして、下からこう持ち上げるように、こうすくい上げるような感じで、なんかここの二つだけは、うーん、他ができなくてもなんかこう、つながりを持ってもらえるといいかな。一、二、これは一緒だよって、こんな感じね。で、次は、できれば次もここに行ってしまって、こう、お尻突き出すようにして、こう持ってくるような感じ。持ってきて、トン ーっていう感じにしてあげるといいですね。で、全体のバランスも見ときましょうね。ここ、これ意識的に早めに曲がったんですよ。そこね、あの下を開けたいなっていう気持ちがあったので、そういうところもちょっと真似てみてください。はい、とです。とは、点あのこの線ね、えっ、ー、と中心線に近づいてきます。外側から。 こちらからこう、かうなな感じなんですよ。こういうラインで持ってきてますよね。でそこからジャンプ。で横へとこんな感じですね。一瞬この辺りで緩んでます力が。でこの辺りからまた強くなって止まります。っていう感じですね。はい。ちょっと次の行に行きましょう。 えー、息を飲むほどの美しい夕日のというなんかね久しぶりに綺麗な文章でテンションが上がりますねやっぱねこういうの大事、うん、ええー、って思いながら書くの嫌じゃないですかちょっとここのとこ変わった文章来たからね久々にいいですね はい、のです。もう一度復習ですよ。こう来て力強くなってスッと抜ける。で真ん中あたりで切る。はい。美しいという字ですね。これ、めっちゃギリギリになりやすい字ですよね。だからもう目いっぱい上から使いますよ。でもう端の方までこう一気に全部使ってる。 っていうところで、えーと、もうこれはギリギリになるのがもう誰が見てもわかるじゃないですかじゃあえっ、ー、と頑張らなくていいとかどこかなっていうふうに逆にそっちを見ましょうこの辺に隙間欲しいですよねここに長,い長さをこう出していきたいっていうことは上頑張ったらダメなわけですよってことはこの3本っていうのは質はねまあ あるものですけど長さは出しちゃいけないと思ってくださいもう長くしちゃダメっていうところですねこうまずはここ 線ここにあるんですよちょっとね見えないかな見づらいんですよねそれがね薄いんですこの線ちょっとここにあるんですよでここにあった時もうねギリギリこう上からこう点です1点目立てるこれあんま寝かせないでねっていうのをそうそういつも言いますけどいろんな字で点ありますけどこうやって こうやって描くものじゃないですあまりこうこういう寝かせ方っていうのはあまりよくなくていつでも立たせたいんですよ立たせてふわっとこう隙間をねこう空間を作りたいんです寝かせるとこの空間は死んでしまいますので立たせるで左より右の方が本当は上から入ってあげたいんだっていう気持ち1個目の点と2個目の点はつながりがあって。 で、こういうとこに隙間とこの背の背の順になっているというかこんな感じですねこの入り方を覚えるで、えー、1、2、先順行ですねで3、4、この隙間狭いですよここ狭くしないとダメですよで、 横開けときます今グイーンってここの線はこういう風にやりましたよねで縦があって次は斜めにこう上に上がり調子なだけでまっすぐラインなんですよでここもまあ、っすぐに近いですが3本目ちょっとこう反ったかなぐらいでいいですちょっとでいいです大きく見せたいのは次の4本目ここねこう入ってぐーっとこうやってくる線 なのでこの3本はまあこれはね結構やってもいいですけど次の2本はあのそんなに大げさにやらなくていいです頑張らなくてねここ頑張るのこれねこの4の1っていうこの関数字の1を書くような感じで長くしますこういうふうにすごい下に広がるドレスを着てますねこの人ねっていう感じの。で 次もね広げますよ。ここにこう打ち込んで打ち込みのこのギュっていうのが見えるようにほら見えてますよね。これを見えるようにギュッとやってください。そして左へこういうふうにあのらっていきます。下にビヨーンっていかないようにね。まっ、あ、すがあるから出ちゃうからね多分そうにはならないと思うんですが行になった時結構やりがちなのでそこ注意です。で右。 右はこここの長さににに合わせるよううしてて払っていきますそういつも目安になるのはこの左のこれに対してこの右があるからここを長さをよく見とくこと高さかなうんこの延長線上にあるようにそして、えー、ともう一個言っとくと、えー、合わせればまあいいです少し 重め少し右側が長めでもいいですこう落ちてくるぐらいな感じでもいいですでも短くはなんないでねっていうふうにいつもみんなには言うんですがそのあたりはあの字のバランスっていうのをねやっぱ見ていくとどんな字でも右の下はあの重くした方がいいですね まあ中には例外があるのでもう全部が全部とは言い切れませんがねあのこう左払い右払いっていう字だったらまあ大体こちら側ね重たくなります。はい C、E、まあ、この辺りはもう3、4年生大丈夫かな細かい説明はねあとは見て えっと感じてもらうのが一番いいです本当は書き上がったものを見てそれだけでできれば一番いいですが、まあ、補助的にこうして動画を出しているので書いているところを見ればわかると思いますもう、ね。口での説明は意外と感覚だったりもするので難しいですよね。ここれちょっと見てくださいこういうう こうやって直線でこう書いてみると広がり下に向かって広がりが出てますよね広がりたいんですよってことはここからここまでの横幅っていうのがビーって長く引いたらそれって難しくなりますよねこのだってほらまっすぐが限られてるわけですから広さがねこの広さの中で広がりを出さなきゃいけないってなった時に ここ長くしすぎないことそしてこれを下にこうに向けてあげると下に向かってちょっと台形っぽくなるこれ台形って言っていいのかななんかちょっと違う下が広がってるだけですね払ってるしねうんっていう感じで平行のまんまこういってんのかなとかそういうところもちょっと見てみてくださいはいで「火」です これはね漢字の中では小さく書くべき字です。なのでこういうふうに正方形のマスがあった時にここから書き出す人はいないと思うんですよ。で正方形になっちゃうじゃんね。うん。だからねみんなそこの意識あったぶん何も考えないでやってる子は多分多くいると思いますので。 ちょっと考えてみてください。この形で書きたいんですよ。ここにね。っていうふうに思った時に、一画目ここじゃダメよね、絶対、うん。で、こう、そうね、位置難しいよね。なんか中心を持ってきといて、ちょっと大きくならないように書くっていうイメージにしておくといいかもしれないですね。こう、なんかね、火とかね、 田田んぼの田も結構そうですねあと「国立市とかの「国」とかねあれもまっすぐに入れると、まあ、あれはまた圧迫感が出るので一回り小さく書いたりっていう原則もあったりします。うん、ほらなんか「の」とさ「ひ」とか同じぐらいに見えますもんねなんかね。 そうなんですよだからあのひらがながそれぞれあの全然違うように漢字も全部一緒でではないいんだっていうところです同じ大きさで収めようと思うと難しいことがありますのであのそれはね徐々にいろんなのを書いていくと分かってきたりもするんですがちょいちょいこうしてちょっとお伝えもできればなと思います。 はいえっ、ー、とまた日ですねえ美しい夕日の日本海に感動ですって日本海ですねあそうそうさっきちょっと違う話してたからあれですけどえー、ちょっと今度形のこと言いましょうか左の線この向かい合ってるこの縦の線ね この左の線に対して右の線って長いですよねこれ決まり事の一つですですのでそれが分かってるんだったら左の線は長くしすぎたらいけないなっていうふうに分かると思いますだからこの字の中で気をつけなきゃいけないのはもう1画目なんですよここの1画目の位置と長さで決まってしまうんだっていうところをね分かっておいてください そうでこの横の線っていうのはじゃあどういう性質かっていうとまっすぐかやや膨らむことペこんってへこんだらダメですよっていうことですねここの真ん中空間をやっぱ開けてあげたいのにへこんだらここは狭くなりますよね狭くなるようなことはなるべくしない方が失敗しませんので 火は寸胴に各自なのであのキュッキュッとあんま閉まっていかないように、うん、しましょうそして今言ってた左より右がちょっと長いんですよほんの少しなんですけどここほら最後こう出たい出たいんですこっちねだから横はまあまああとは横はいいよねこんな感じでねまっすぐラインの線に対してこちら少しキュッとして、うん、締める で最後はこのぐらいな感じで自然に出るような感じ。あの思いっきりビヨンって出さなきゃいけないわけじゃないのでそこはねあのほどほどな感じでやりましょう。で本ですね。1本引いて2本目、気質しっかりめ。こういう字、気質しっかりめがいいですね。しっかり引いといて下に止まります。 そして左払いはここを角を2等分するようにこう置きます。うん。そして本来はここからこう回ってきてこちらからすっとんと落ちるようにして右に抜くような感じですね。で真ん中。少しここを気をつけてあげるといいです。意外とこうな長すぎちゃう。長いっていうか下にこうやって払い方がね 角度が下に来てしまうと長くなっちゃってここがこう揃っちゃうと手長ざるみたいになっちゃうんですよなんかビヨーンって手長いでしょこれを角度を変えてあげてください長さがあっていつも多分長さの気をつけ方ってよりは角度ですね行き先をちょっと変えるほうがいいと思います日本海海海ですねあ 海っていう字は意外と難しく感じるのかな点です、これ。トン、トン、ストンって落ちといて上にスーッと上がっていきますね。あの山水っていうのは、こう、くの字型に書いたり、こう、下に広がりを出していくような感じ。二通り書き方がありますが、えー、と横に来るものによって変えたりもします、えー。海はね、海はね、このくの字型でいいんじゃないかな。で、 こちらからこうですね、まずね。で、これ、ビヨーンって長くしないこと。あの、ほら、外形ね。ほら、こんな感じなんですよ。これ、六角形っぽいでしょ六角形に見えるってことは、真ん中に膨らみがあるの。この六角形とかさ、あの、ひし形とかさ、そういう感じの字って真ん中が広いんだよね。 ってことはこここここほら,ほらこれがこうやっってギュてくるわけですよこのギュってくるのは分かってるけどみんなやっちゃうのが上も頑張っちゃうのね。これだって全部長くしたら全部揃っちゃうんだから四角になっちゃうじゃんみたいなそんな感じであのじゃあどこ短くすればいいかなっていうところにちょっと重点を置いて考えるといいかもしれないですね。でここが短いんです。で 次はこういうふうにちょっとこう反らせるような感じにしといてこちらもちょっとこういうふうに反らせるような感じにしてそこからここはここも短いです短くして次は下にこう置きたいんですよ今言ってたことってほらこれ反らせたいって言いましたよねキューって。 でだけどこっちはこういうふうに下に行きたいって言ったんです。っていうことは下に広がりができてますよね。これね。これちょっと台形っぽい。台形にしたい。台形にするためにはここが長すぎるといけないんです。これちょっと下に行きすぎてないかな。こんなにやんなくていいや。こんくらいこんくらい。なんで間違ったんだろうね。えっ、ー、と。ここ からこういうい感じですね下下がりすぎちゃいけないよ。なんで私やっちゃったんだろう。ね、ここにだって足なくなっちゃうじゃん、ここ。なんかほら、人のように見えませんかなんかこうき、うん、て、足、ちょっと立ってるような、なんかこれ、足組んでるみたいな感じに見えるな。で、真ん中こうにしといて、横はこういう風に、はい、長く、一番長くっていう,うにあにやりましょう。ほら、こんな感じね。 はい2ですはい棒がこういう,うにはに、い、こういうね棒みたいなこういうのがある字っていうのはここがあの高さ一番出ますよねでそれに対してどうあるかなって見ますこの辺に隙間隙間ですねこれをね作りましょうでここ意外と離れてるように見えますよねたっぷりとでも 線がこういうふうにここがドシーンじゃなくてスーッとつながってるような感じのイメージなんですよでねこここういうふうに少し下が長いただ長いだけじゃなくてこっちに寄ってるんだなっていうほらそこですスーッときてスーっこんな感じ えーと言葉にして言う,言うとですねここの線に対してこれっていうのは入っていかないようにこの内側に侵入しないです逆にここの終わりの線よりもこちらは出てあげてよしだから少しこういうラインなんですよ流れてるような感じ、ね、ここシューッとこうやって流れていくようなうん 感じにしますはいでもうちょっとだねえーと感動です感動うーんとあっはじめに息っていう字がありましたよねあれに比べるとずいぶんあの存在感があるんです似たような字ですけど上が重たいんですよ、えー、まず一画目は縦ですこれこの字はねこうにきますで、立ち気味なんですこれ 寝かさないようにえー、とねふよんって結構やりがちですけどこれはしっかり入れて立ってますねそしてそこにこういうふうにぶつけていきますでなんか、ね、これねもっと右上がりに書いてもよかったなって思ったぐらいもっと上がってもいいです全体に。 あのじゃあどこを上がれば上がれるかって言ったらもうねここなんですよこの2画目が上がれれば下の子たちみんな上がっていけるんですが逆に言うとここの2画目があまり上がれないとするとあとは全部もう上がれないんですねだからこの1画目2画目でなんか結構決まってきちゃうっていうところがあるのでなるべく右上がりっていうのは崩さないようにしたいです。 ね、やっちゃって私が何言ってんだかって感じになりますけどね。12、3、4、56ですね。次頭出して7。次ここ今跳ねたところからここに来て入ったんですよ。ここに来てキ91回キュって置いといて縦気味です。こういう風に立てておいて。次はこちら。こういう線。 立てるって言うとあの他のねなんか邪魔をしないで、あのー、いてくれるんですこういうとこにほら隙間あるでしょこの隙間とかを寝かせると潰してしまうのでなるべく立ててあげるようなでここの跳ね方っていうのはやっぱりこう隙間をあの開けてあげたいなって思うような。 感じでやってください。で、心は2回目ですね。これ下に心がくるのね。で、これの場合頭大きいんですよ。被ってるものみたいな。なんかね。大きいでしょ。だから、ちょっとこういうラインで収めたいな。パコってなんかこういう感じね。うんとほら、こういう風にお茶碗の中に収まってるような感じ。こう,こういう感じですね。はい、そしてちょっと上からこういう風に来て強く。なって でドンドン点がいっぱいありますね。そうこのぐらい太い細いが出てもいいかなと思います。えー、それから銅ですね。銅はねこういう風に結構中心に近いところから大胆に外側からここにまた向かってきます。ここ長さにあここねピシッとやってあげると楽なんですよ。 これ出てますねなんかねほんと出ないまあいいけどここがね出ない方が自分が楽なんですよなんか別にこのぐらい取ってことないじゃんって感じなんだけどえっ、ー、とできればね気持ちとしては揃えるような気持ちで持ってきた方があの楽です 多分これすっごい太,い太くなっちゃったんでね鉛筆ねその分だけ誤差が出たかなっていう感じかな、えー、っと気持ちはね揃えようとしてますそしてこうしてこうですねでここは真ん中をねやっぱこの四角いものがあった時真ん中貫きたいなと思うと思うんですよ窓がねこうあった時に全部同じ方が綺麗ですからねだからギュッとこう入れて下に引きます このくらいですねで本来はここにも隙間があるわけですよ。ここ,、ね、こ,こにあるでしょ見えてますよね。ここにもありますよね。こういうところを意識して。でもう一個だもう一個意識ね。えっとねこういうふうに平行にありますね。これを こうして崩していくような感じですね。最後のこれ。この子だけが、ここにちょっと角度が違うねっていうところを見せてあげてください。で、そして、力という字です。ちょっとふわっとさせてあげると狭いところでも大きく見えますので。ぐわんって、こんな感じですか。うん。ほら、ちょっと見てください。こちら。この分だけ出てしまったこれ。 太太かっったたためにちょ,ちょっと太すぎたのねでえっ、ー、とそれに比べるとちょっとだけあのー、細くした鉛筆なんですけど <laughs> はいここをピシッとできましたねでそうしてこうまあふわっていうのもまあここで持ってくるとちょっと印象が違うと思うんですよこのぐらいな感じで持ってきた方が見せやすいかな動きがねそう っていうとところですね、えー、っと小3小4どっちにしようかなじゃあ小4でいきましょうちょっと4って難しいよね小4です4を書くときはこうやってねもうねこの左側から入ってくださいそのぐらい横にあの広い字です そのの代わりに縦に縦なないでですすよねねこんな感じの字です、ね、はいでは、えー、34年生もちょっと頑張りましたね30分になっちゃった長い動画になってしまいましたまたねはいでは失礼します。